私の名前は森内茜。現在27歳の専業主婦だ。夫は5歳年上のサラリーマン。結婚当初は2人暮らしをしていたが、夫の仕事の都合でたまたま姑の家の近くの支社に転勤になったことから、現在は姑と3人で暮らしている。家の掃除や洗濯など家事は基本的に全て私がやる。姑は現在は会社を定年退職し、年金暮らしで毎日ぐうたらな生活を送っている。姑さんとは数年前に他界し、最近では全く彼から覇気は感じられなくなっていた。しかし最近新しい趣味を見つけたらしく、今はそれが生きがいになっているらしい。それがそば打ちだ。まさかこの趣味が後々とんでもないことにつながるとはこの時は誰も知らない。週末の土曜日、旦那も会社は休み。毎週土曜日はみんなで買い出しに行き、姑の趣味に付き合う日となっている。家族の恒例行事みたいなものだ。よし、できた。今日のそばは完璧だぞ。俺、二人とも食べなさい。あー、すみません、私は。しかし私は昔からそばアレルギーのため、いつも姑の手打ちそばを食べることは断っていた。なんだ、またそれか。アレルギーだかなんだか知らないが、私の作ったそばは無添加で体にもいいんだぞ。一口でもいいから食べてみなさい。うまいぞ。ごめんなさい、遠慮しときます。嫁はアレルギーなんだ、勘弁してやってくれや。うん、どうせアレルギーとか言って、私が作ったそばが食べたくないだけだろ。ちょっと試してみるか。今日の晩飯はわしが作る。あら、珍しいじゃないですか。何かいいことでも？別にそんなことは、今日はそういう気分なの。ちょっと知り合いからそうめんをもらってな。私が作らないと知り合いに申し訳ないと思ってだな。なるほど、じゃあ今日はお願いいたしますね。今考えればここで不審に思うべきだった。普段料理なんか趣味のそば以外全くしないくせに、なぜかこの日だけは上機嫌でキッチンに立っていた。さっき私が作ったそばをそうめんに混ぜてっと。よし、できたぞ。俺、みんなでお食べ。なんかこのそうめん色が変じゃないですか。ちょっとそばっぽいというか。そういう色の変わったそうめんらしいぞ。まあ気にせずに、ほれ、食べて食べて。いただきます。いただきます。すると次の瞬間、私は急に呼吸が苦しくなってしまい、そのまま床に倒れ込んでしまった。そう、この時すでに私はアレルギーのそばによるアナフィラキシーショックが始まっていたのだ。おい、大丈夫か？父さん、救急車、早く！姑は何が起きているのかさっぱりな様子で、ただ呆然と突っ立っているだけだった。父さん！仕方ない、俺が。そう言って夫が救急車を早急に呼んでくれたおかげで、私の一命は取り留めた。絶対姑のせいだわ。私がさっき食べたそうめんにそばを混ぜたのよ。絶対許さない。仕返ししてやる。一夜明けた翌日、緊急入院した私の容態もすっかり良くなり、退院することになった。いやー、よかったよかった。急に倒れ込むからびっくりしちゃったよ。まったく大げさなんだから。おい、父さんのせいで嫁がこんなことになったんだぞ。もっとちゃんと謝れよ。犬のよ、あなた。ご心配おかけしてすみませんでした。おい。次の週末の土曜日、懲りずにルンルン気分で手打ちそばを作っている姑に仕返ししてやる計画を夫に内緒で企てた。姑の目を盗んで、そば粉の中に下剤を大量に含ませておいた。正直呼吸困難と下痢では釣り合わない気がするが、60歳を過ぎた姑にはこれぐらいがちょうどいいだろう。はい、お待ち。特製手打ちそばだよ。遠慮せずにどんどんお食べ。あ、嫁さんは食べないでね。また倒れちゃうから。父さん、いい加減にしろよ。もっと立場わきまえろって。こんなもん食えるか、気分悪い。そう言って夫はそばを食べずに席を外した。すみません、こんなに一人で食べきれるかな。そう言いながらそばを食べ始める姑。そんなに食べて大丈夫？と内心私は北総縁でいた。しばらくすると、腹が、すまん、トイレ行ってくる。漏れる。
そう言って走っていく途中、我慢しきれなかったのか、60歳過ぎのおじさんが堂々と廊下で漏らしてしまったのだ。あらあら、大丈夫ですかお父さん。今サイド下着をお持ちいたしますね。なぜそんなに笑ってるんだ。僕はお前何かしたな。また腹が…あらあら、またしょうがないですね、まったく。因果応報。必ず自分が罪を犯したら、どんな形であれ、必ず自分に返ってくるのだ。バイマンガレリア。皆さん、こんにちは。レリアです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。